ははいいいこんにちは村野としですすつもごご視聴ありがとうございます今回はですね校内授業研究について一つ提案したいことがあるのでお話をしたいと思いますはいそろそろですね各校この秋にはですね校内研究の授業が研究授業ですね入るところが多いんじゃないでしょうか私が今まで勤めていた学校も、まあ、この10月11月あたりに 研究授業がねボコボコ入ってくるっていうことが多かったですね。この校内授業研究ってどういうことになっているのかというとですねで、子どもたちが中心にいて、まあ、子どもたちにいろいろな実態があるわけですよね。でその実態を克服していく子どもたちに本当に力をつけていくために、えー、研究主題というのを設定しますねで。その研究主題から仮説ですね。つまりこの研究主題を達成させるために どんなことをすればいいのかということをね仮定する仮説するんですねでそれを実際に研究授業を通して検証していくわけですねで研究授業の後に必ず協議会というのがありましてねここで今日の授業はこの研究主題に対して効果的だったのかそれとも改善点がなかったのかというような話をここでするわけですねでどうしてもねうだけの話になっちゃうので講師の先生をお呼びして 講師の先生から専門的な助言をいいただいてそのことを踏まえてさらに研究主題について考えていくそしてそれをさらに子どもにまた還元していくという形ですね。ですので、まあ、研究授業ここだけが中心じゃないわけですね一番大事なのはこの中のどこかというとここですね。 日常の事業ですね子どもたちの実態を変えるためにはですねここの研究事業だけ頑張ってもしょうがなくてここで得た成果をですね日常の事業に生かしていかないとダメなわけですよねですから、まあ、日常化ということが一つキーワードですね校内研についてはねですのでねここで研究していくことというのはやはり日常の事業の中に再現できるようなつまり再現性がある程度ないと 意味がなくなってしまうわけですね。まあ、そういうことを考えてやっていくといいと思うんですけども、これがいわゆるね、校内の授業研究のシステムだと思います。で、その一方でですね。このえ、え、なにこれ。これ変なこと。直しますね。O. J. したとか、変な意味わかんない。 OJT ねはい、はい、ちょっとこれ今直しましたよなんか間違えて下とか書いてあったんでで提案はですね OJT 的視点をですね校内圏に入れたらどうかなということなんですね、えー、各校で若い先生向きの OJT っていうのね、まあ、いわゆる研修ですよねそれをやってると思うんですけどもこの研究授業ですねこの研究授業の中で校内圏の中で若い先生が授業する場面って結構多いと思うんですねでこれこそですね、まあ、これ書きましたけどこれとない OJT の場だと思うんですね ところがですね、実際の、まあ、やってる学校があったらね、素晴らしいと思うんですけども、私が今まで見てきた学校の中ではですね、やっぱりどうしてもね、この校内研っていうのは、この研究主題を検証するためのね、えー、授業になってしまうので、ここでですね、若い先生がやろうが、ベテランの先生がやろうが、その先生自体の授業の進め方だとか、その先生自体の 教,体まあ、あの教,教える時の態度ですね、まあ、そういうことについて話し合う時間っていうのはないんですよね。教師として持ってるべきいろいろな基本的なね技術ってありますよね。そういうものをそこでベテランの先生が教えるというね機会にはねならないんですね。とはいえですね、この校内圏での授業っていうのは非常に緊張もしますしね、本当にね OJT の場としてはですね、非常にいいんですよねですかからこれをなんとかね。 的な視点をここの校内圏に入れることはできないかなと思うんですねでいくつか考えてみたんですけども例えば一つ目はね、まあ、少なくとも一番簡単にできると思うんですけど教育会が終わった後各先生方がその若い先生に向けて研究次第とは関係ない部分で、まあ、授業の進め方とか授業のやり方とかね教師として成長させるためのコメントをですね みんなで書いて渡すとかね、そういうことを、ね、研究主任の先生がご提案されるといいなというふうに思ってるんですね。で、これをね有志でっていうふうになっちゃうと、どうしてもねあの書く人は書く、書かない人は書かないなので。 もうね、これはね必ず書いてくださいと OJT の一環ですということをね明確に位置づけて皆さんに書いていただくということですね。で,も、まあ、できたらですね書く、ね、観点も少し入れといてもいいかもしれませんね。まあ、いくつかね大事なことあるじゃないですか目線とかね声の大きさとか、えー、と立ち位置とか、まあ、そういうことをいくつかポイントを挙げといて書いていただいてもいいし まあね、フリーに書いてもらうという方法もあると思うんですけどいくつか鑑定は決めといて最後フリーに書くみたいなスタイルがいいかなとは思うんですねでもう一つはですねもうこの競技会の中に入れちゃうということなんですねで例えば競技会で大体ですね講師の先生の話というのが40分ぐらい設定されてますね私も校内圏の講師で呼ばれていくと、まあ、大体40分程度の時間がこう用意されてるわけですけども、まあ、正直言ってね40分で結構長いんですよね 話す講師の先生もね40分は結構ね長いんじゃないかなと思うんですよ。でこれもうね20分ぐらいにしちゃうということですねもっと短くてもいいかもしれない15分ぐらいもうそのくらいでもう授業のことに特化してだけ話していただくということにしてそしてですね残った20分になりをじゃあその先生若い先生の授業についてということでねまあ第2部みたいな感じでやってったらどうかなと思うんですね。そうするとね非常に勉強になると思うんですよ。 どううでしょうかねもっといいこんな方法でうちの学校はやってるよっていうのがあればですね是非ですねコメントをくださいそうしてねこの校内授業研究という場をですねほんでこの OJT 的な視点を入れていくということをですねあの私はねやってったらいいなと思っているので今回こんな提案をしてみましたので是非お願いします あとですね校内研究に関わる動画としてはですね私も過去2本から上げてます2本ぐらい上げてるんですね。1本はこんなこれ割と人気のある動画ですけどもこれは研究授業でねをする人がやるとみっともないことっていうねテーマですねもう1本これがですね。 これは参参観観者者のの方ですね参観者のマナーですねでマナっていうとですね吉田先生もここでこういう動画を上げていらっしゃいますね。でね参観者がここですね研究授業の最中に、えー、TT みたいにね勝手に子どもたちに声をかけたり、えー、教えちゃったり助言したりっていう場面って結構多いですよね。でもねよく考えてみるとその授業を検証するためにね その特別な要素ですね普段の授業でそんなにいろんな人が入ってきて教えてくれたりしないわけですよねですからそのいつもと同じ状態で授業をして検証していかないと意味がないわけですよねまあそういう研究的な視点をですねちゃんと持って参加者も望まなきゃいけないわけですねで吉田先生の動画も見てみてくださいはっきり言うそういうふうにおっしゃってますしね私もそう思いますしねそういうことも合わせて見ていただいてこの秋のね学校の校内授業研究ですね いい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 、ものににになななっていけばいいかなという,ふうに思まます。す。は以上り今回の動画が良かったなと思う方はですね、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメント、先ほど言いましたね、コメントよろしくお願いします。高評価もお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。